反信長勢力を煽り包囲網形成の中心を成していた足利義昭が京を追放され、幕府は事実上崩壊した。勢いを取り戻した信長は浅井朝倉討伐のため再び出陣、近江にとどまっていた朝倉勢を吸収する。敗走する朝倉勢を信長と共に利根坂へ追い詰める光秀、義景との決別の時はすぐそこまで迫っていた。利根坂の戦い。かつて俺は義景様より守る強さを学んだ。だが信長殿と再会し、それでは不足と悟った。この戦で俺は義景様を討ち、かつての己と決別を果たすつもりだ。親父と光秀さん、何を話してんだ。やけに空気が重いような。よう、何してんだ。あ、なんだ、桃地さんか。俺のことはいいだろう。それよりもこの戦でまた親父の役に立てたら、今度こそ昔みたいに笑ってくれる。いいよな。かもな。だよな。よし、俺今回も頑張るよ。桃地さんも俺の活躍見ててくれよな。やれやれ、相変わらず純情なこった。やりやすくてありがたいぜ。使命を果たす。乱世に抗おうぞ光秀。この利根坂にて俺は義景様を討ち、過去と決別する。もはや勝機は逸しました。急ぎ一条谷にまで撤退し再起を図るのです。信長殿は正面より朝倉を追っている。ならば俺は側面より進み攻撃を狙おう。もう織田勢が現れたか。これでは戦ったところで無駄死にか。身体に迷っている敵がいるようだ。一押しすれば寝返るかもしれないな。俺がやる。我々が義景様の撤退を援護する。そんな悪あがきなど蹴散らすまでよ。これで我らの強さを示せたはず。時を置かず寝返ることになろう。朝倉の命運は月とも同じ。我らは織田に味方する。開門。ならば織田への忠を示してもらいたい。義景様への道案内、お前に任せよう。信長の好きにはさせん。織田勢を一条谷城に近づけるな。後輩より敵が現れぬとも限らん。本陣は油断なく守りを固めておく。俺に任せろ。であるか。討ち死に。討ち死に。俺がやる。討ち死に。目障りだ。討ち死に。壊してくれ。討ち死に。受けとは侮ったか。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。
どけ。殿に急ぎの用がある。開門。開門。関より織田勢が寝返った者の仕業ですか。一条谷城が攻められているだと。急ぎ義景様をお守りせねば。開門。さすがは義景、守りの固さは大した。さてどう攻めたのか。親父、俺に任せてくれ。忍び込んで中から城門を開けてくるぜ。開門。俺にかかればこんなもんだ。誰だ、勝手に城門を開けたのは。薄汚い織田のネズミどもめ、覚悟しろ。今が好機、一気に一条谷城を攻めろ。越前の者たちが織田の犠牲に。敵将討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。なしはしない。俺はまだ強くなれる。俺の全てで俺の力の礎となれ。討ち死に。俺はまだ強くなれる。消えたことだし、うん、こっからが本当の勝負だ。もはやこれは動けろ。一戦交えて潔く散りましょう。開門。行くせ。かつての俺と決別を果たすため、絵の全てで義景様、あなたを全力で倒す。それが討ち死に。俺に任せろ。いや無理かな。聖堂を汚す者たちを討つべく水産。なんと謙信殿に来ていただけるとは。越前の命運まだ尽きてはいないようですね。上杉謙信、またしても邪魔立てするか。攻撃されては厄介だ。俺がやる。急ぎ上杉勢を止めろ。開門。勝利条件変更。ここまでのようですね。光秀、悔いのない道を進むのですよ。討ち死に。壊してくれ。義景様、あなたにも認めてもらえるよう、いつか必ず作ってみせます。
織田勢が一条谷に向かっている今が好機。全軍織田本陣を吸収せよ。壊してくれ。剣心と正攻法で当たるのは得策ではない。先に上杉の兵力を削っておけ。もはや負けたものと諦めていたが、上杉が共にあれば信長を討てるかもしれぬ。我らには軍神と称されし剣心殿がいる。織田勢などにひるみはせぬぞ。そんな吉影様が。行け。俺に織田勢を上杉本陣に近づけるな。刃を受けろ。敵の兵力少しでも削っておきたいな。よし、気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。一条谷城より戻ってくる織田勢を迎え撃つ。速やかに敵の砦を奪い布陣を整えよ。なしはしない。まずい。倒しても倒しても上杉勢が。上杉本陣を守る砦か。ちょうど砦を奪い攻めの起点とせよ。打ち尻。助立ちあらばしのげよう。上杉の者どもかかってまいれ。敵将切り伏せた。切り伏せる。かなう相手ではなかったか。目の全てで。よし、上杉勢を押し戻すぞ。俺がやる。上杉の固い守りだ。鉄砲でなら崩せよ。鉄砲隊を出せ。織田は何やら企てているのです。打ち払え。俺に任せろ。こちらの動きに気づいたしはしない。邪魔はさせるなら出てきた敵を撃て。打ち尻。天下もそう。それほどの力が俺に。耐えきれん。引かせてもらう。話はしない。鉄砲だ。織田が撃ってきたぞ。皆の者、ひるむでない。清き上杉に横島な弾など効かぬ。上杉兵とて恐れるに足りぬぞ。吉影に刃を向け、ライオンをあだで返す愚行、恥を知れ。避難は甘んじて受ける。受け取りだが今の俺に一切の迷いはない。行くぜ。行くぜ。目の全てで俺の力の礎となれ。かなう相手ではなかったか。光秀さんの強さ見習わないとな。敵将討ち取ったぞ。朝倉の軟弱な武者どもなど織田の敵ではないわ。行くせ。援軍を得た今こそ反撃の好機。
とはいえ勢いのある織田勢をどう攻めたものか。開門。であるか。行くすぎる。俺はまだ強くなれる。目の全てで。もうこんなところまで攻めてきたのか。鉱山だ。何でもするから助けてくれ。やろ。そうだ、私がこの地の案内役となろう。上杉勢を奇襲できる道があるのだ。とて無駄よ。ここを抜ければ上杉本陣まであと少しだ。開門。俺に任せろ。なしはしない。さあ着いたぞ。この魚が上杉の本陣だ。俺がやる。やろ。奇襲とは外道の好みそうな策だ。聖堂を掲げている我らに敗北は許されぬ。我が信念決して折れぬ。これで朝倉は滅んだ。光秀、お前の覚悟見届けたぞ。もう戻ることはできない。次の浅井とも全力で戦い抜いてみせよう。